フュージョン系のバンドの方らしいですかね。実は私も中津川出身なんですけどね。はい、ではよろしくお願いします。こんにちは。はい、中津川からやってきました404というちょっと変わった、バンド名なんですけども、ですね、まあ、大体他のバンドはあの 歌がありますよね、このバンドはあの歌がありません。演奏のみですので、あのなんていうんですか、あんまりこう真剣にあの聞いてもらわなくてもこうさらっとこう流して聞いていただければ、こちらとしても大変、やりやすいと思います。はい、ではですね、作曲じゃねえ早速、石塚さん緊張してるな今日。まずいな。早速、1曲いってみたいと思いますけども、404としてはですね、初の、映画音楽をちょっとやってみたいと思います。曲目は、後ほどご紹介いたします。ごめんなさい、ちょっともう一回やります、すいません。We'll be right back.
ありがとうございました。多分この曲は皆さんご存知だと思いますけどもね、キルビルの、テーマ曲でしたね。ホテイなんだ、ホテイトライアスじゃない、なんだホテイトモヤスか、はい、が演奏を演奏している曲でした。さあ、そういうことでね、404、なんと、今年初のライブということで、もう半年以上過ぎてるのにね、かなりのスロースターターですけど、これはどうしてでしょうかね。そうですね、一人ちょっと病気しましてね。お前だよ、はい、俺ですね。ちょっと本当は4月ぐらいにリンリンの方で、ライブを予定していたんですけども、ちょっと病気をしまして、はい、下手したら入院まではいかなかったんですけども、下手したら入院することになるぞと言われまして、で入院したらなかなかもう治らんぞと言われて、でしばらく安静にしてました。ということで、その話はどうでもいい、今日がね初ライブです。さあ、はい、では続けて、2曲いってみたいと思いますけども、ここからはですね、多分皆さん知らない曲ばっかりだと思います。はい、なるべく知らない曲をやってですね、なんとか間違っても知らない曲なんで分からないだろうと、そういう作戦で、行ってみたいと思いますけども、何でしたっけ、2曲目、カシオペアというバンドの、曲で、ダウンサウス、そして、3曲目が、トリックスというね、これ両方とも日本のバンドなんですけども、トリックスからのナンバーで、ジェンマという曲ですね、2曲続けて行ってみたいと思います。
ありがとうございました、何でしたっけ、ダンサーストジェンマという曲でしたね、このジェンマという曲最初はね簡単ではないんだけど、まあ、比較的いけるかなと思ったんですけど案外これがね超難しかったですよね、うん、このイントロのところがね今もちょっと合わなかったですけどね、うん、今日はあった方これ今合わなかったでしょ、そうか、うん、ちょっと今ずれましたよ、はい、で結構難しいですねこれ、はい、うん、何ドラムは簡単、ドラムはあった、ドラムは何、誰かが間違えた、誰か、あ、ベース間違えたそうですか、はい、わかりました、ではあんまり真剣に聞かれると困るんで、あのざわついてくださいざわざわとあんまりこう真剣に聞くような感じじゃないんでね、はい、では、どうしようかな、簡単にメンバー紹介をしておきましょうかね、時間これ何時まで OK なんでしたっけ、時間大丈夫、はい、では、向かって左側、はい、ですね、ですね、うちのバンドはですね、中津川で主に活動してるんですけども、中津川にですね、ビッグバンドって皆さんご存知ですかね、これより木曽路という、ビッグバンドがありまして、そこのメンバーが2人入ってるんですね、このバンドには、で、一番左手ですね、ベースなんですけども、木曽路の今年団長ですよね、去年今年団長か、来年はもう違うんですか、今年まで団長やって、はい、団長は大変ですよね、この間なんだ、花フェスタっていうところで、この辺の東海地区 そのビッグバンドが集まって、ね、やる催し物があったんですけどね、この間ちょっと見てきましたけども、ね、団長だから大変でしたよね、すごく、高校生 何でしたっけ、ビッグバンドも入ってましたよね、そうですね、急遽ね、うん、高校生のバンドに入りまして、ね、演奏したんですけどね、そうですよね、一人で平均年齢上げたって、緊張しました、緊張、うん、なんかその高校生のバンド そのベースが何でしたっけ、試験なんだ、なんか試験かなんかで急遽出れなくなって、なんか糸井川さんって言うんですけど、後でまあ紹介しますけど、2日前になんか譜面を持ってきて自宅の方にお願いしますということでなんかいきなりね、本番の2日前にできちゃうとこはすごい、うん、そうですね、ちゃんと弾いてましたよ、結構間違えてましたよそうですか、はい、なかなか良かったと思いますね、はい、ということでオンベース、ロッシー糸井川おお。何、ちょっと待って、そうやって弾かなきゃいけないのそうなのか、で続きまして、この方もね、木曽路のメンバーですね、今日はね、非常にね、体調が悪くてですね顔を見ていただければ分かるんですけど、ちょっと真っ青ですよ、顔が、大丈夫かね、ちょっとね、えらいそうです、なんか血圧が上がっちゃってまあ今日は普段の半分でいいでしょう、うん、ということで今日はね、あんまり叩かないよっていうふうにさっき言われましたけども、はい、ということでね、この後もう一個バンド掛け持ってまして、なんだ、MBB ですね、そちらの方でも、ドラムを叩かなきゃいけないらしいんですけどね、はい、まだ、長丁場になりそうですけどね、はい、なんとか体調をちょっとね、はい、崩さないように、もう崩してるか、はい、ということで、オンパーカッション、ホセパンチョス松木、うちのバンドはね、こうなんか頭に何かつくんですよ、こうやってステージ面みたいな一応あるんですけど、はい、そして後ろ行きまして、はい、ドラムス、今日はすごいなこれ、マイク10本持ってきてね、こんなの初めてですよね、これなんかすごい恵まれた環境で今日やってるんですけども、普段2本ぐらいだよね、2本、まあ2本か3本ぐらいだね、普段ね、どんな悪い環境だよ、すごいよね、だってスネアだけで上と下で1本ずつ拾ってるでしょ、最高です今日はね、ほんでなんかトップも3本も、はい、トップもね3本も、お京さんありがとう、はい、すごいな、なんでそんな立てなきゃいけないのかなってこっちからしたらね、松木さん見てください、松木さんたった2本ですよ僕ギターたったの1本、まあ、手数が違いますから当たり前か、はい、うん、
あ、3本？お、あ、じゃあすごいわ。いつも、いつもよりね、前座より、いつもだいたい1本だもんね、松木さんは。ないときもあるからね。はい、ということでドラムス、アキレス深谷。はい、ありがとうございます。で、私が、雑用、巻きか、雑用と、ギター、そしてですね、これ全部あの皆さんお気づきかと思いますけども、パソコンでですね、長いか、あのパソコンでこうあのプログラムしてますね。はい、この辺私やってます。はい、ヨットスクール石塚です、よろしくお願いします。はい、では続けて2曲いっちゃいます。次はですね、なんだっけな、渡辺克道さんという、下の曲なんですけども、OXO、この曲はパソコン使いませんね。そして、あ、またトリックスっていうバンドの曲なんですけども、ボンクラオヤジという曲ですね。はい、はい、2曲続けていってみたいと思います。
ありがとうございました、2曲続けて行ってみましたね、はい、では、ラスト2曲なんですけど、告知を先ほど何でしたっけ、これより木曽路の方がね、今年の夏にまた、恒例のサマーコンサートをやるということなんで、いつでしたっけサマーコンサートは。8月18日、土曜日ですね。8月18日土曜日、中津川文化会館です。文化会館ですね。中津川の文化会館の方で、夕方でしたっけ時間、今言いました時間、夕方6時半から、ね、6時半からですね。すいません、はい、皆さんもしよろしかったらお越しください。404の方はですね、今のところライブは何の予定もありませんということでね、まあゆっくりやっていきましょう、ね、体もね皆さんだいぶお年なんで、はい、あちこちこう来てますんでね、はい、マイペースでね404はやっていきたいと思います。では、ラスト2曲ですね、これは2曲ともトリックスという先ほどの、バンドの曲なんですけども、ラムダッシュ、そして、ちょっとラテンっぽい曲なんですけども、パッション、2曲続けていってみたいと思います、いいか、はい、はい、お願いします。すいません、ちょっとギターがチューニングタイムだそうですので、ちょっと晴れてきましたので暑いです。ドラムが重労働です、そんなことよりも松木さんの体調が心配です。大丈夫ですか、はい、2曲つらいなんか昨日まで一昨日まで一昨日病院行ってきたんだっけ、一昨日病院行ったんだっけ、いや、まあね、そうだね、大丈夫ですか、もうみんなメンバー若くないんで気をつけながらやりましょう。いいですか、いいですか、はい、thank you.
404でした。ありがとうございました。また、呼んでいただければ、嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。404の皆さんでした。